こんにちは。この番組は未来のファジアーノ岡山を背負う選手たちが活動するファジアーノ岡山アカデミーについて発信する番組です。アカデミーの活動結果や予定、未来についてできるだけタイムリーにお伝えしていきたいと思います。ファジアーノ岡山アカデミーマネージャーの西原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お帰りなさい。戻りました。何日行ってましたか、東大で。6泊7日とかそんな感じですかね。いや、まるまる1週間ぐらいを、はい、一緒に過ごさせていただきました。やっぱり過ごしやすかったですか。そうですね、やっぱり真夏とはいえど北海道帯広の地は最高でも30いくかいかないかぐらいの、気温なので、本当に日が出てないと涼しく、日が出ても、少し暑いと感じる心地よさっていう感じで、はい、過ごさせていただきました。それはサッカーするのにいい環境ですね。もう最高の、はい、環境だと思います。夏場にこの地をこう選ばれているっていうような本当に大きな理由でもあるなと思いますし、選手たちその中でもこう熱い戦いによって体熱くなるとは思うんですけども、はい、周りで支えている側は、はい、本当にこう心地よい最高の環境のもと大会が行われたなと思います。で、今回お送りする内容を西原さんお願いします。はい、今回も前回の配信に引き続きU15が戦いましたクラブユース選手権のグループステージを勝ち上がってのノックアウトステージの様子、それと遠征中の様子ですとかをお送りしつつ、前回の活動結果、そして今週末の予定で、後半にこれまで各カテゴリーコーチのインタビューを中心に紹介させていただきましたが、今回は最後となります U14 年生3年生が主体となるチーム U10 について担当の迫田コーチからお話を伺っておりますので、そちらもご覧いただければと思います。では早速活動の結果のところなんですけども、冒頭お伝えした通り U15 のクラブユース選手権の帯広での遠征の様子を少しお送りした後に試合の様子、試合の中身をお送りしていきたいと思いますので、まずは SNS の様子をご覧いただきます。どうぞ。僕はまだ北海道にいたいです。みんな、北海道に残りたい人はチャンネルください。いや、みんながそうなんで、明日は絶対勝って北海道に残りましょう。おはようございます。いよいよノックアウトステージ、相手はベスト武蔵、去年の優勝チーム。勝ちます、絶対勝ちます。お願いします。優勢、今日何失点。今日ゼロ、はい、誘導尋問どんな一日にしたいですか今日。まあ強い相手なので、はい、みんなの力で、絶対に勝ちたいから、はい、うち乗り換えたいと思います。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いいね。はい、ごきゃんせん。おい。では、ここからノックアウトステージ、1回戦 FC 東京U15武蔵さんとの対戦の様子をお送りしていきたいと思います。前回、王者の、武蔵さんとの対戦です。年代別代表選手を抱える FC 東京U15武蔵ですが、この日は、岡山の集中した立ち上がり、開始1分、相手陣地で圧力をかけて、このプレス、
最終的に奪った寺山選手からスエムネ選手にボールが渡り、右足でシュートを放ちます。また最終ラインの守備は先日アンダー15日本代表候補に選出されていた187センチ小谷ディバイン選手をセンターバック三海選手、小森選手を中心に集中した守備でボールを奪い、奪ったボールも冷静にチームでボールを運びます。前半23分、右サイドでのフリーキック、田辺選手と千田選手の打ち合わせからクイックリスタート、千田選手のクロスを小森選手が合わせますがジャストミートはせず、前半32分、クリアボールを末宗選手がワンタッチで相手陣地に入れ込んだボールに対し、フォワード秋山選手が自慢の走力を生かして起点を作ります。その流れの中から千田選手の浮き球のスルーパスに抜け出した末宗選手が決定機を作り出すものの、ゴールはならず、その後の田辺選手の左足も相手に当たって枠の外へ。そのコーナーキック、こぼれ球を小森選手が折り返し、さらに末宗選手がバイシクルで折り返したボールに秋山選手がヘディングシュートを放ちますが、惜しくもバーの上。さらに前半アディショナルタイム、三海選手のロングフィードにサイド抜け出した秋山選手が起点となり、落としを受けた田辺選手がクロスを上げますが、中の末宗選手、寺山選手には合わず、前半を0対0で折り返します。後半、開始直後、自陣での相手のフリーキック、壁とゴールキーパーの間を狙われたボールを相手にヘディングで押し込まれ失点、0対1とグループステージに続き先制点を奪われます。さらには後半6分、相手コーナーキックをファーサイドでヘディングで合わされ、今大会初となる複数失点を許します。対する岡山は両サイド田辺選手と寺山選手に変え、坂本選手と2年生山内選手のドリブラーコンビを投入し、流れを変えようと試みますが、迎えた後半17分、バイタルエリアでボールを受けた選手が左足一線岡山ゴールに突き刺さり0対3。岡山も投入された坂本選手のドリブルを中心に反撃の糸口を見出しますが、コーナーキック、千田選手のヘディングの折り返しは味方には合わず、続いて相手のチャンス、切り返しからの左足のシュートはゴールキーパー水田選手のスーパーセーブにより3失点後も決して試合は諦めません。後半33分、右サイドのフリーキックを意表をついて三海選手が直接狙いますが、相手ゴールキーパーのセーブに阻まれます。アディショナルタイム、サイド坂本選手の仕掛けから相手のファールでフリーキックを獲得。このフリーキックを堤選手のボールにファーで三海選手が折り返しますが、中には合わず、そして逆に相手のカウンターを受けますが、ここはファジアの魂、0対3の中3対2の状況を作られますが、スプリントで起陣し追加点を阻止します。ですがこのままタイムアップ、0対3での敗戦となり、クラブ選手権ベスト32を塗り替える悲願のベスト16とはなりませんでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。クラブ全国大会振り返っていかがですか。自分は通用した部分ももちろんあったんですけど、その自分が全国相手に通用しない部分っていうのが、その試合を通して目立ったっていうのが自分の中で一番心に残ってるんで、この部分を中国岡山に帰ってもっと強、それを自分の強みにして、この冬の高窓とかもっと先の大会に向けてつなげていけたらいいなと思います。はい、期待します。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ。はい、ということでアンダー15、クラブユース選手権、ノックアウトステージの FC 東京アンダー15武蔵さんとの対戦と、北海道での遠征の様子をお届けいたしました。最後に敗れた相手 FC 東京アンダー15武蔵さんは、お伝えした通り前回優勝した王者との対戦で、でかつ、年代別代表の候補に、2名が選出されているような、本当チームとしても、個人のところも選手を輩出しているようなチームをこう相手に、
戦えたこと、真剣勝負ができたことと、まあ、その上で、現状の我々選手とチームの、まあ、立ち位置といいますか、そこの確認ができたっていうこと、このカテゴリーだけではなくて我々のアカデミーの、全カテゴリーにとって現状のアンダー15がどういった立ち位置なのかっていうところを知る本当にいい機会になったと思いますし、ここから出た課題っていうところをさらにこの5に向けて生かして、チームとしても個人としても成長していくと、どのように成長していくかっていうところはチームとしてもそうですし、個人のところも各グループステージで対戦した3チーム、それと吉井東京武蔵さんともにやっぱり個人で2枚3枚を剥がしていったり、輝かしい特徴を持った選手とかっていうところと実際に対戦することによって全国レベルがどういった選手の力なのかっていうところをピッチで知る機会になったと思うので、ここからその選手たちに追いつけ、追い越せの精神で、さらに選手たちが成長するそのためのきっかけになったと思います。あと幸い一人一人が感染対策を徹底した結果、その遠征中とか遠征終わった後もコロナの感染っていうところがなく、その上で24時間寝食を共にする、活動っていうところをできたことによって、一人一人の成長経験にもなりますし、チームとして一体となってその期間を過ごすっていうところでもまた今後につながってくるというふうに思います。でその他の結果ですが、アンダー15、それとアンダー15の、A チーム以外も、各カテゴリーが休暇期間、夏の休暇期間を終えて活動を再開しておりまして、で週末は、先週末はトレーニングマッチを実施したカテゴリー、それとアンダー15の中の2年生が主体となるアンダー14が山陽新聞杯を戦って備前予選三津中学校に8対0で勝利を収めております。この大会8月中に備前地区での予選、その後勝ち上がると9月に県大会が開催されます。そちらの戦いも、相手には3年生が中心となる、そういったチームが集う中で我々2年生チームで戦わせていただくことになるので、その中で、我々がどれくらいできるのかっていうところ、そちらの戦いも、ご注目いただければと思います。とまた結果のところで、このアカデミー内の活動ではないんですけども、国体の、岡山県の、少年チームに我々のアカデミーアンダー18の1年生の中から9名が選出されている、その国体のミニ国中国での大会が行われました。こちら5県でのリーグ戦を2試合戦う形で結果が出るんですけども、山口県に3対1、それと鳥取県に2対0で勝利して、5県の中でのリーグで1位で本大会出場を決めることができました。こちら10月の2日から栃木県にて本国体、国体の全国大会が開催されることとなります。お伝えした通り、その9名がファジアーノの選手、それとアンダー15ジュニアユースまで所属していた今別の高校に進んでいるファジアーノ出身の選手が2名出場した中、監督もアンダー14の森川コーチが監督を務めるこの国体少年、岡山の国体少年チームで全国大会に出場することもできましたので、また10月に行われる本国体、こちらもご注目いただければと思います。はい、ありがとうございます。では、今週末の予定をお願いします。はい、今週末アンダー12も、夏の休暇期間から、チーム活動、再開し、各カテゴリーが、公式戦が行われるカテゴリーがあります。このような、形となっているんですけども、アンダー18が中国プリンスリーグ、岡山県リーグともに大会で、再開の初戦がともに就実高校との対戦となっております。またアンダー15はプログレスリーグも全国大会終了直後ですけど再開というところで、サンフレッチェ国引さんとアウェーでの対戦となっております。あとアンダー14が山陽新聞カップ極東中学校との対戦を控えており、1年生のアンダー13は東海遠征を行って、清水エスパルスさん、名古屋グランパスさんとの、強豪との、対戦を控えた遠征が週末に行われます。5年生のチームが東部リーグを戦います。そんな週末となっております。では今週の特集に行きましょうか。はい、今回は、冒頭にもお伝えをさせていただきました通り、アンダー12の中の、4年生と、3年生が、所属しているアンダー10について、担当されている、迫田コーチから、お話を伺っておりますので、そちらをご覧いただければと思います。どうぞ。
こう競技スポーツのところの、入り口になってる場所なので、やっぱりプロを目指すっていうところで、今までは、障害スポーツがエンジョイだったのが、ここからこう競技のところに変わっていくので、まずはこう自分がなんでここにいるかっていうところ、やっぱり入り口のところに関してはセレクションで入ってくるんですけど、まあ、自分がファジアーノが大好きだから入ってくる子もいれば、ファジアーノのジュニアで活動したいっていう風に入ってくる子もいれば、もう中にはお父さんお母さんが受けてみればっていう、そっちで入ってきてる子もいるので、やっぱ入ってきた時の状況が様々な状況なので、まずはなんでここに自分が入ってきて、この先どうなりたいかっていうところの確認というか、まあ、そこをまず自分がやっていく上で一番必要なところなので、そこはまず意識させるところですね。はい。この年代っていうところもあるんですけど、まあ、そのさっきの話とちょっと続くんですけど、競技スポーツからこう競技スポーツになるところで、今まではこうサッカーが楽しいっていうのが、多分こう友達と一緒にやることが楽しいとか、そのただボールを追いかけてることが楽しいとか、点取った時にこう嬉しいとか、そういうところだったと思うんですけど、ここからはこう頑張った分自分に返ってくるとか、そういうのもそうだし、例えば仲間と協力してやって楽しいっていうか嬉しいことがあるよとか、そういう楽しみがサッカーにはあるんだよっていうところ、今まで自分が楽しんでた楽しみじゃなくて、そっちの楽しみがあるよっていうのを、まず知ってもらうと。そもそもこの年代っていうのもあるんですけど、やっぱり自分が、何者かっていうところ、例えば、この選手ってこういう選手だよねっていう風なものを身につけてほしくて、まあ中村俊輔選手とかで言うと、フリーキックとかキックだよねあの人はっていう風なものを自分で身につけてほしくて、なんでそれを自分で知ってほしい。もう自分で知って入ってきてる子もいれば、中には自分がこういう風なプレーが得意とかっていうのをまだ知らない子もいるんで、そういうのをこうまず見つけてもらって、まあそこをとにかくこう極めるというか、まあ、そこをとにかく自分で伸ばしていくところっていうのを、俺はこういう選手だからっていうのを、自分でアピールできるというか、そういうところは、この年代特に心がけてるっていうか、いろんなこと、まあ、サッカーしていろんなことを、まあ、伝えていくのも大事かなと思うんですけど、やっぱ今しかそういうのは特にできないかなと思って、それがあって初めて上の年代でもう同じように通用していくのかなと思うんで、そこは、結構心がけて伝えてるところかなとは思います。まあ、岡山来るまでは小学生をこう専門で見るっていうのがなくて、今までは高校生とか中学生がこうメインで見てることが多かったっていうのはあるとは思うんですけど、チームが卒業していったりとかってなったとしても、やっぱりこう連絡くれたりとか、大学合格しましたとか、就職しましたとか、結婚しましたとか、子供が生まれましたとか、今こういうとこで頑張ってるんですよとか、まあ、よかったなと思って、ずっと仲間でいてくれてるんだなっていうのはあるんで、そこは嬉しいですね。今熊本にいる三島っていう選手なんですけど、まあ、その前も徳島に移籍した杉本っていう選手もいるんですけど、そいつがいた時も実際見て、終わった後にそのまますぐこう話とかできたんで、なんかそういうのはすごくこう指導者として考えた時にはいいなっていう、それは本当に指導者冥利なのかわかんないですけど、はい、嬉しい出来事の一つでしたね。はいはい、ということで、迫田コーチからお話を伺ったんですけども、まあ、お話ありました通り、まず一つはそのアカデミーの中でも本当に入り口、とされる年代であること、でそれと、まあお言葉借りると、こう障害スポーツから競技スポーツにこう移り変わる年代であったり、今アカデミーの中の体系でもありますので、そのなぜここにいるのかっていうのを選手自身がこう考えること、それと細かいサッカーのところで言うと、まあ、自分がどんな特徴を持ってどうやって勝負していくのかっていうのもこう見つけていく、まあ、それをこう求めているという話でした。で、まあ、あとは迫田コーチの指導は、まあ、その入り口っていうこともあって、まあ、サッカーのこう基礎的なサッカーとはっていう話ももちろんそうなんですけど、その人として、あとは競技者としてどうあるべきかっていうところに対するアプローチもすごくこう多いカテゴリーになっています。あとは迫田コーチ自身がその他クラブも含めると、小学生年代から高校生年代までを指導された経験があるコーチ、そのコーチがこうファジアーノ岡山、他クラブも経験した上で、そのファジアーノ岡山としてそのこの年代に求めるもの、意識するもの
ということを、まあ、幅広い経験の中から、指導されているところが活動の中にも垣間見えます。あと少し映像で映ったのは、フィジカルコーチが、まあ、専門的なそのフィジカル、の視点、まあ、知見のもとで、トレーニングを行うということを、まあ、この小学3年生、4年生に向けても、まあ、そういった年代でももう、まあ、取り入れて実施をしているというところで、まあ、この年代的には体を強くするというよりも自分自身がこう自由自在に体を扱えるようにその動き作りといったものを中心に行っていくんですけども、まあ、そういった年代に対しても、そのようなこうトレーニングを行いながら選手をそのサッカー選手としてだけではなくて、まあ、アスリートとして成長していってもらうというところも意識をして我々活動を行っていっております。はい、というところで今回の配信は以上させていただきます。高評価、コメント、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の配信でお会いしましょう。さよなら。